海米令は1730年に教法の改革の一環として行われた法令。江戸幕府が市場の米を買い上げ貯蔵して米価の引き上げを促すとともに諸藩や江戸、大阪の有力商人たちにも強制的に同様の措置を行わせた。なお、公式文書などでは幕府が直接行う買い上げは、買い前商人たちに強制的に行わせるものは、 為わせと故障させて区別されている。これによって市場に流通する米の量を減らして、米価を強制的に引き上げさせ、米価の低落によって年貢収入の換金に支障をきたしていた武士階層を救済するとともに、彼らの購買力を高めて景気回復を図った。また、同様の目的で米切手の為わせか用人、過い米い症例、諸藩に対する江戸、 大阪への開埋、倉屋敷の米売却の制限、禁止などの措置が取られている。以後、延教元年、法暦11年、文化7年などにも、同様の法令が出されている。大阪においては、幕府の禁庫同然であったから、教法以来、開埋を命じられたことは14度に及んだ。ただし、大阪ばかりでなく江戸、京都、堺その他にも付加されたが、海米港では、 大阪が軍を抜いていた。しかし買い米が米価引き上げに必ずしも大きな効果のなかったことは、草間直方、三家随物価の部その他に参見される。大阪に課せられた主な海米令の年月、指定額、実際の引き受け額、人員などは次の通り。共放十六年六月、六十万国、六十八人及び、三里町町、延長元年九月、 標法と大差がなし。文化3年11月、120万9000国、58万国余り、309人。文化7年11月、60万国。ありがとうございます。